わあ、人がいっぱいいる。シーズン真っ盛りだしね。ほら、さっさと着替えに行こう。服のままじゃ入れないでしょ。では皆さんこちらへお進みください。まずは旅のしおり第3ページに記載されております更衣室での思い出作りとして、みんなで横一列になってお着替えいたしましょう。はあ、まさか4つ並んで空いているロッカーがどこにもないなんて。そんなに落ち込むことないって。普通そんなもんじゃない？2つとか3つとかはあっても4つになるとなかなかね。結局着替えはバラバラになっちゃったけど、問題なくここに集まれたし、そろそろリンクも。みんなお待たせ。ちょっとリンク、走ったら危ないでしょ。ごめん、みんなが集まってるの見て急がなきゃってなっちゃって。それじゃ集まったし行こっか。あ、そうですね。それではご案内いたしますね。皆さんついてきてください。ウォータースライダーにこれほどに人が。まあパークの一番人気アトラクションならこれぐらいの列は仕方ないんじゃない？マホ、待ち時間何分だった？110分。まあ2時間だね。に2時間？そんな、それでは予定が。そんなに人気ってことはきっとすごく楽しいんだね。楽しいのは楽しいんだろうけど、さすがにいきなり2時間待ちはどうなの？ここに集まってる分他は人少ないだろうし、先にそっちから行こっか。他を回ってる間にここも多少は空いてくると思うよ。まあそれが妥当ね。レイもそれでいい？いきなりルートが。でも確かに2時間もここで使ってしまったら午前のほとんどが潰れてしまうし。はい、大丈夫です。それじゃあ気を取り直してレッツゴー。レイちゃん、ムニちゃん、マホちゃん、ここのベンチ空いてるよ。それじゃそこにしよ。ちょっと遠いけどステージも見れるしちょうどいいんじゃない？よかった、ショーにも間に合ったみたいだね。レイ、大丈夫？ハッピーフローズンが売り切れだなんて。残念だったね。今日は特に暑いからかき氷系は人気高いだろうしね。でも午後からまた復活するって店員さんも言ってたからきっと食べれるよ。パーク名物だし仕方ないって。後でまた行けばいいじゃない。フードエリアも満席で、本当はもっと近い場所からショーが見られる予定でしたのに。まあまあ、確かに距離は遠くなっちゃったけど、真正面だし角度的にはすごくいいからラッキーかもよ。そうそう、すっごくよく見えるし。あ、始まるみたい。やった。こら、リンク、はしゃいだらご飯こぼれるでしょ。ほら、レイも。お腹すいたでしょ？食べよう。はい、ありがとうございます。結局予定通りに行ったのはほんの少し。幹事を任された者として午後はもっと頑張らなくては。